自分がネクラかっていうのが分かる歌詞だと思うんですけど、最近あの熊のニュースが多いじゃないですか秋田は。熊が多くて、なんか熊を駆除しましたみたいな表現をしたニュースがすごいなんか違和感があったんで、あの熊目線で作った曲です。次もうちょっと平和のやつやります。これは平和です。なんかあの妄想上のラブソングなので大丈夫です。あの僕あの山王に住んでたの欅通りを冬に一人でこう歩いてた時にできたあの寂しいラブソングだと思っていただければ親近感が湧くんじゃないかと思います。10分ですよね確かね。飛び出してペッペッペッ帰ります。これは何だろうな、さっきの曲は朝できたんでタイトルはないです。普通に熊の歌です。これは曲名は忘れました。なんかあの冬の雪の道をこうなんとなく二人でって誰と歩いてるか分かんないですけど歩いてる風の曲です。You know